プロがユニットを出す前に宣言してくれるのは僕でも勝てる説やってきたと思います。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしていやちゃんレキジョンでーす。さっということで、はい、言っちゃいますわ。さっきね、はい、大輝さんとね、はい、本名公開クララを撮ったんですけど、ね、やったっすね。大輝さんの方のチャンネルで上がってると思います。いつ上がるかちょっと分かんないですけど、まあそうっすね、まあ上がるか上がってます。はい、神回です。ありがとうございました。まあその話は置いておいて、ぜひ見てください。神回だった、ね、まあ、ほんと神回ですで、今回なんですけど、はい、まあプロじゃないですか、大輝さんね。まあ言っちゃえばプロかプロじゃないかで言ったら、まあプロですよ。いやプロ、しかもアジアとかでもね、まあ、優勝しちゃったりね。言っちゃえばしたかしないかで言ったらしたっすよ、まあそれなんかちょっと腹立つよ、これ。でも、すごい方ですから。で、その大輝さんね、はい、いやプロってやっぱこうめちゃめちゃ強いイメージがあるわけですよ。ただ、うん、大輝さん、まあプロが、はい、ユニットを出す前に、はい、宣言してくれるのは僕でも勝てる説やってきたと思います。だから例えば、はい、例えばロイジャイ出しますと、うん、もう出す前に、はい、あー僕10個溜まったら、はい、ロイジャイ出しますみたいなことを言うんです。なるほどなるほど。ライキさんがなるほど、はい、とか、うん、まあ、ロイジャイ出そうと思ってて、多分相手の手札にスケルトン部隊があるんで、はい、ちょっとベビードア出しますみたいな、はい、もう考えてること全部言ってもらう。もうオーケーです。考えてること全部言ってもらう。そうそうそう、オーケーです。それを聞いた僕はしめしめしめと。なるほど。あ、じゃあスケルトン部隊では守らず、ガあのかメガゴで守りますとかができちゃう。なるほどなるほど。これ勝てんじゃないの、これ圧勝説あるから。だってプロがやっぱね、頭の中はやっぱこう見れないですから。まあまあまあ、逆に言っちゃったらもう全部筒抜けになっちゃうから。はい、そう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 、説ですね。まあでも、はい、なんだろうな、待って今一旦カットしてください。まあでもって言ったはいいけど、はい、何も思いつかなかった。なんか、いや、なんか喋ろうとしたんだけどな。なんか忘れたわ。これも、今のも使ってください、もはや。いや、もう使われてます。使われてます、今も。はい、増加中です、今。はい、OK です。いや、なんか言いましたっけな。忘れたわ、マジで。こういう時あるっすよね。あるっす。マジで。俺結構そんなんばっかです。マジっすか。なんでこの現象起こるんですかね。いや、わかんない。多分、はい、もう、いやーとか言って、口癖になっちゃって、なんか、そう、いやーでもこれはいやーって言ったら、それ逆説じゃないですか。逆説したのに、あーなんだっけな、いやーもうそうだよな。あるめっちゃあるんだよな。ということでやってきたと思います。じゃあ何、もうデッキはもう、はい、デッキは言わないでいいですよ、それはもちろん。はい、どうしようかな、どうか、いろんなデッキで行きたいんだよな。これでいきます。はい、これでいきます。ちょっとおしゃれな感じ。なるほど。はい、まあキヨキヨさんちょっとスパーキーできそうだから。甘いです、甘いです、さすがに甘いです。さすがマス、それはこれでいったら勝てるだろうな。これはね、エンゼルフレンチより甘いです、それはさすがに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あまり分からない。間違いない。いや、この辺結構僕ね、使っ…ね、結構…10A たまたらランバー出そうから。ランバーすか、ランバー。相手が来てからでも…あ、まあいいや、相手が来てからでいいや。相手が来てからですか。相手が来てからでいいかな。ちょっと重いから。いや、これはまだ待てるな。ランバー持ってるのやっぱバレたくないから。ランバー出さないと。ランバーまだ出せない。バレたくないとか言って。あー、なるほどっすね。まだ出せないかな。はい、じゃあ、来た。はい、うーん、じゃあ、シャアなし逆サイドにランバーを出して、まあこれで端前行ったらラムライダー出そうかな。ラムライダー来る。相手のエリクサがなくなったところを、ハンターで防衛しようかな、橋渡り。なるほどな、そういうことか。ハンター防衛して、何か足してきたらアイスゴーレムで蓋しよう。あはははは、やばい、普通にやっちゃったよ。普通にやっちゃった。いやでもしかし、いいんじゃない、これいいんじゃない、どうするんですか。フリーズ行って、フリーズ行って、ちょっと聞こえてなかった、多分教育の聞こえてなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんと聞いてください。すいません、失礼しました。それ何で来るんですかね、ちょっと。多分ちょっとエリアドが取られてるから、まあ今回は攻めれずに防衛に回るかな。まあ、またなんかジャイが後ろからか、まあどうせスパーキーとか出てくるだろうから。もしスパーキーだったら逆攻めようかな。なるほどっすね。ああ、なるほどっすね、なるほどっすね。何が出てくるか、出てきたらランバーだ、そう、また。じゃあ。ガーゴイルでいいかな、とりあえず。まあ、そうです、ガーゴイル。ザップとマルタだから矢の雨なさそうだし、これでラムライダー前に出しちゃおう。あ、うめ。あ、うめ。なんか
足してきたらポイズンどうかな。なんか出してきたら、ああ、オッケーオッケー。ポイズンあんのか。ポイズンあんのかやだ。これはまたハンター後ろから出して、どうせスパーキーつけてくるから、まあ後ろをちょっとアイスゴーレムとかで蓋をして、なんかまた足してきたらフリーズかけよう。そういうことか。それやだな。だいぶとりあえず防衛でポイズンの時いいだろ、こんなの。強いな。適当にタルババ転がしとくか。やばい、まずいぞ。これいけそうだからラムライダー出しちゃおう。でフリーズかけちゃおう。聞いたことない。大丈夫。危ないな。いけそうだから逆サイドにもランバーで攻めちゃおう。どうせいけるだろこれ。ガーゴイルも足しちゃおうかな、いけそうだし。でこれどうせエリクサーないから端前にハンター出して、ラムライダーで、まあいいか、適当にフリーズでいっかな。まあいけそうだし、ラムライダー出して、もう終わりだ。マジかーマジか、ちょっと待って、マジかー。いや、マジかー。いや、でもね、非常にわかりやすい。非常にわかりやすい、聞いてて。あー、ラムライダー出しちゃおうかなーっていうところでやっぱ出るじゃないですか。そうですね。いや、でもね、視聴者さんも多分ね、はい、多分僕の手札見ながら、はい、あこう来んのかな、ああ来んのかなって考えながら多分見てくれると思うんですけど、いややっぱちゃんと来ると来ても手札周り把握されてるんですよ多分。ああそうですね、まあ多分確かに確かに。だからどう防衛してどう切り返すかみたいなの多分もう頭の中でやるんで、もうそれも教えてくれないとダメですね。なるほどな。多分不可能なんですけど。例えば例えば相手がこれを出してくるだろうからみたいな。それ知りたい、それ知りたい、それ知りたい、それ知りたい。でも、言っておっしゃってましたよ。そのジャイの後ろに何か来たら、まあ、アイゴレで蓋をして、みたいな。そうですね、そうですね。ちょっとデッキ変えたらワンチャンだよな。どうしようかな。俺も変えよう。これでいきます、これで。すごい、おしゃれ、おしゃれが大事なのね。そうですね。じゃあ俺も、これでいきます。よし。ポジン、ポジン。いやー、なるほどね。そういう感じか。いや、おもろいなー。よろしくお願いします。とりあえず、よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず、2分40秒ぐらいまで待って、何も出してこなかったから、後ろからユーノ出そうかな。あ、これはユーノで防衛。ユーノで防衛なんだ。いや、手札に何もないんだよな。これ何つけるんですか、これ。これ、何もつけないで、後ろから工場バーバリアンでいいかな。じゃこれは、まぁ、ちょっと、呪文使うのもったいないし、コウモリで守ろう。コウモリか。これはザプツ、ザプツ、ザプツ持ってないんだよな、ザップ。あ、ジャイつけてきたからペッカ出そう。うわっ、そういうことか。で、多分ファイブないだろうから割りにぶつけて。あ、それめんどっちやん、それだいぶ。これで、まあまたとりあえずデビドラとかはまたガゴムレとかに取っておいて、次、これペッカ死ぬから言うので受けよう。あーちょっとつらみだな、これつらみだな、一回こう完全につらみ。またエリアードがねちょっとわからないから、まあ、ちょっと取ってるかトントンぐらいだろうから、後ろから工場バーバリアン、おっとこれはタルババやばい。おーしおしおし、一発入った一発入った。まあまた後ろから工場バーバリアン出そう。でどうせまたあのスケルトンの群れか、あースパーキーか、なるほど。これは迷うな。これは後ろからペッカでいいかな。よし。でまた先にベビドラ出すとガゴムレとかにしばかれるから、先にホバリングを出して、でなんか群れ系足してきたらベビドラ出そう。でこれさっきと同じように、これまずいな。またベビドラ出して、これタルババで受けて、これは始まりに言うのって言うか、そうです。おー、でも入ったと思った。うわ、マジか。これはマジいな。足元にポイズンを出そう。あ、ちょっと、遅かった、遅かった。やべえ、これやべえな。まあ、これは取ったから、もう一回後ろから工場バーバリアンを出して、おっと、これは始まりペッカで余裕だな。スケルトンの霊が来るからベビドラ足しちゃおう。
ブラコバリングで処理をして左足してくるとしても、あ、ポイズン出そう。あ、ポイズン出そう。ナルマが出そう、ナルマが出そう。いや、マジか、ちょっとこれ真ん中にユーノ出して、まあ余裕っしょ。いや、オーケー、強い。いや、なんかね、聞いててこっちが気持ちいいんすよね。もはや、もはや気持ちいいっす。なんかね、出るじゃないですか。で、さらに、タルババも回ってるじゃないですか。はい。いや、でもしかも、ベビードラ来るタイミング教えてもらえるの嬉しいっすね。あー、まあそうっすね。確かにつけたらダメだよなとか。そうですね。はいはいはい。で、その、群れ系出してきたら、ベビードラ出そうみたいな。はいはい。それ、アドですね、完全に。最新出すとね、やっぱ、しばかれたりするんでね。いや、強え。え、でもちょっと目立ってないですか、ちょっとベッカ。いやいやいや。ちょっと、ベッカ。ベッカ、まあまあ、あれベッカタルボーポイズン。まあでも、僕何のデッキで行くか分かんないですもんね。まあ元々こういうデッキある。ああ。僕、初戦だってスパーキー入ってないんで、はい、それで言うとそうですよね。メタルとかないですもんね、まあまあまあ、打ったら。言っちゃえば。別に僕はいきなりなんか分かんない三重子とかワンチャン使う可能性もあるんで。まあそうですね。はい、で今日はちょっと来季選手にですね、ちょっとやったんですけど、完敗でしたね。これ完敗でした。これは、逆にこれは、でもなんか、お、やめようってなったりして、結構、キヨキヨさん手元映したら面白いかもしれないです。俺は見てないんで分かんないですけど。あー、なるほど、なるほど。逆に、そう、スキャミ構えてて、俺がやめようって言った時に、こう、シュッて引っ込めたりしてたら、まあ面白い。確かに、確かに、確かに、確かに。確かにな。ということでね、ちょっと今日はですね、コラボさせていただいた、はい、プロの、ランキジョーンズ選手の。チャンネルに行く動画の説明欄にございますんで、ぜひ皆さん登録して動画見てみてください。最初にですね、言った通りコラボ動画とかも上がってますんで見てください。うわー、まだチャンネル登録を押してない方、ぜひともこちらの高評価ボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知なのかいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いします。そして、おすすめ動画ありますんで、まだ見てない方、ぜひともこちらもチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。